こちらアルファ13、ベス、落とせよ。こちらアルファ13、ベス、落とせよ。こちらアルファ13。こちらベース、どうなってる？任務遂行中、敵の襲撃を受けた。アルファ部隊324名中、323名が死亡。生存者は俺一人。敵は、ユニオンと見られる。どうした？今のは何だ？ベース、応答しろ！こちらアルファ13、応答します！落ち着け！急げ！助けてくれ。どこに行くのかな。もっと俺と遊ぼうぜ。まったく暇つぶしにもならねえ。余裕かましてるとこごめんけど、ターゲットはそこにはいないみたいだね。消えたよ。タキオ、ヘリポートの位置を送った。ちょっと離れてるけど行けるかい？問題ない。久々の大仕事かと思えばこの程度かよ。シャーク、ハマー、お前たちを満足させるために任務があるわけじゃない。我らがクランス隊長のお出ましか。タオ、タキオ、ここは後発隊に任せて、俺たちは次の任務地に移動する。次の任務ってどこだよ？日本だ。ベスベリー、こんな気持ち初めてさ、僕にこんな感じを Keep me surprise。 そう永遠じゃない、大切な右折な、その笑顔を守りたい。 So why does everybody hurt each other。 そんな手を伸ばしてくれたら、 We can be the journey less。 僕は負けはしない。Breaking down早く学校に行きたいなんて思ったの生まれて初めてだぜ。入院中は息が詰まりそうだったもんね。でもゆうちゃんはもうちょっと休んだ方がいいんじゃない？その腕じゃノートも取れないじゃん。いった何言ってんだよ。学ぶが取ってくれりゃ万事解決だろ。え、まったく、もう
マジかよ。初めてです。なんだ、女どもの目がハートに。誰だろう、新しい警備の人かな。おはようございます。おはよう。あの、おはようございます。おはようございます。その腕。ああ、こないだちょっと車に当たっちゃって。おっちょこちょいなんです。あ、お前をかばってやったんだろ。ごめんごめん。記憶の消去は問題なく成功しているようですね、マスター。ああ。お前は一体何者だ。私たちが始末したあの男女といい、普通の人間でないことは明らかだ。俺たちはユニオンと呼ばれる組織に所属している。ユニオン。並外れた科学力を持つ組織だ。俺たちは奴らの作品といったところか。とはいえ俺はただの実験体。ジェイクやマリのような成功作を完成させるためのな。最初はこの程度のこともできなかった。だが時間が経つにつれ、俺と M24 だけがなぜか特殊な進化を遂げたんだ。って言っても成功作に比べりゃガラクタみたいなもんだけどな。お前と同じような実験体は他にどのくらいいるんだ。いないよ、もう。生き残ったのは俺一人だ。 M24 も救えなかった。これからどうするつもりだ。行く当てがないならここで暮らすがよい。組織に逆らったんだ。生きていると分かれば追っ手がかかる可能性もある。どういうつもりだ。お前は私の生徒たちを守ってくれた。彼らが怪我くらいで済んだのはお前とお前の友人のおかげだ。もちろん出て行きたければ出て行けばいい。閉じ込めるつもりはない。本気か。随分と簡単に信用するんだな。だが俺はお前たちほど人は良くないぞ。信頼など重要ではない。重要なのはマスターの決断のみ。ならばただでとは言うまい。ちょうど人員を増やしたいと思っていたところだ。フランケン。はい、マスター。行ってくる。あれを。まさか昨晩お教えしたあれを実行するおつもりか。おはよう。よ、久しぶり。よし、捕まえろ。なんだよ、お前ら。やめろ。ねえ、あれ、ナイジェル君よ。おはよう、ライ。お、久しぶり。元気してたか。ん、どうしたの。これがそんなに珍しいのか。え、ライモ？やっぱり落書きしたくなるよね。え、なんだよこれ。変なの書くなよ。え、そう、可愛いじゃん。じゃ、どこがだよ。ゆうちゃんは顔が怖いんだから、どっこいどっこいだよ。どういう意味だよ。マスター、お楽しみになられているだろうか。ちょっとゆうちゃん、授業中にスマホはダメだよ。ライ、食べないの。増えるのを待っている。またそれかよ。いいじゃん、ちょっと友達と遊んで帰るからさ。うん、はい、じゃあね。バイバイ。あ、終わった。マナブ、この間出たやつもう買った？ゲーム？うん、買ったよ。やった、今日中にクリアするぜ。その腕でやるつもり。あ、ライもよかったら来る？僕のお家。
お、いいじゃん。でも、お前ゲーム下手くそだからな。俺が特訓してやるよ。どうしたの？都合悪い？ああ、お前理事長のとこに住んでるんだっけか。ああ、そっか。黙って寄り道したら心配されるよね。お前、あれ持ってねえしな。だね。勤務初日はどうだった？別に、感想なんてない。厄介になっている分の労働力を提供しているだけだ。それも、いつまで続けるか分かりゃしないさ。そうか。フランケン、この世の中は本当に変わったな。マスターが眠りについておられた時間は短くはありませんでしたから。人間はすごい。あの子たちは私にないものを持っている。彼らは言った。それがあったなら私はより多くのことをなすであろうに。道を誤ることもなく、玉の寄り道も許されるだろうと。それでゲームとやらもしていた。携帯電話のことか。申し訳ございません。早急にご用意いたします。おはようございます。おはよう。おはよう、おじさん。おじさん、お仕事頑張ってください。じゃあね、おじさん。よーらい。おはよう。それスマホじゃねえか。え、ライガー？あ、これ最新のやつ。これでもう理事長に代わってもらわなくても済むじゃん。電話番号教えろよ。知らないんだな。僕の出番のようだね。お？ライ、スマホ貸して。この僕が君をスマホマスターにしてあげるよ。まずこうして、こうやって。頼む、俺にも番号とアドレス送っといて。うん。あ、これはメールって言って、こうやるとほら、絵文字とか顔文字っていうのが使えてね。情報の改ざん、ユニオンか。うん。マスター。お、でもなんだかメールの感じが。君かな。特殊警備部署に入ってきたという新入れさんは、あの理事長が連れてこられた人だ。きっといい人なんだろうね。そんなに信頼してるのか、あいつを。まあ、少なくともこんな学校を作られた方だから。ここはいいところだよ。いいところか。マジかよ。行ってみようぜ。なんだ。こいつじゃねえよな。おい、赤い髪したガチがいるだろ、出てこい。かわいいじゃん。離してください。お友達泣かせちまうぜ。ほら、こっちも連れてこい。こっちは身を隠してるんだ、勘弁しろ。新入り、何の騒ぎだ、報告しろ。すまない、応援をよこしてくれ。俺は動けない。その子を離しなさい。ここは車両進入禁止だよ。車両出入り口はまた別のところにある。移動してくれないかね。出て行ってくれ。ここは学校だ。このボタン。どうかよ。
てめえか人の女に手出したクソガキは。はあ、ゆうちゃん、その女の人に何かしたの？あ、今朝マラブと合流する前。あぶね。大丈夫？それだけ？それだけだよ。あんたもなんか言ってくれよ。おいおっさん、そんくらいのことで腹いき荒くすんなよ。いい年してよ。え？何やってんだよ、兄貴。二度と悪さできないように体に教え込んでやりましょうよ。ああ。おっさん、いい加減にしとけよ。やきもちもここまで来ると行き過ぎだぜ。調子に乗るな、このクソガキが。ゆうちゃん。どうしてそんな目で俺を見る。消しかけてるのか。バカ言うな。俺が騒ぎを起こすわけにはいかないだろう。話せ。おじさん。またお人よしが出てきやがった。何度も言わせるな。話せと言っている。おっさんは引っ込んでな。てめえ、死ねえ。誰も見てなかったらお前死んでたぞ。お前ら行くぞ。おじさん、ありがとう。おじさん、めちゃくちゃ強えじゃん。さっきのすごかった。かっこよかったです。なんか格闘技やってた。なんかやってたんすか。俺たちは透明のガラス管の中で生まれた。生きて役に立つことはない。体を暴かれ、血を取られ、命を使い捨てにされて、ようやく役に立ったとみなされる。だからまともな呼び名もない。生きながらにして認めてくれるのはお互いだけ。なのにみんな必死に生きようとしてた。この町に住んでる平凡な人間と同じように。平凡か。そうだな、それが当たり前の人生だ。名前を探そう。いつか俺たちの名前を探すんだ。死んでしまった仲間の名前もな。学校でのことは聞いた。悪かった、浅はかだったよ。お前の力を借りて身を隠してるってのに。殺さない程度に適度に手加減するように。まあ言うまでもないだろうが、俺にはやらなきゃならないことがある。ん？果たさなきゃならない仲間との約束が。
俺をここに置いてくれないか。頼む。何を言っている。元よりそれでいいと言っている。どう思う。マスターが彼をここに置くと決められた理由が分かったような気がいたします。M24、 約束は必ず果たす。その日までは平凡で当たり前の人生をお前たちと。へえ、ここが日本。都会だな。こんなところで暴れろってか。今度の任務は戦争じゃなくてテロリズムってとこか。いや、今回の任務は戦闘ではなく調査だ。調査？例の棺の回収任務に当たっていたジェイクとマリの音信がこの国で途絶えた。あいつらが。出来損ないの実験体2体も行方知れずみたいだもんね。暇つぶしに組織のサーバーハッキングして得た情報さ。でもなんで調査なんか。大規模戦闘に特化した俺たちがやる仕事か。関係ない。俺たちは組織の命令に従うまでだ。ねえ、不思議なくらい夢中になるの。